盛るってところから掘るってことで作品を作れるようになれば、うん、やっぱそのフリーズって動きの途中でガッて止まるっていう、まあ空間の中でどこか体の位置は固定されている。だからこれは彫刻と一緒なんです。必要な。そういう運動性も。そう。だから全部平面だけども彫刻的な考え方で作ってるっていうことですね。そうです。今回のピックアップアーティストは B ボーイ彫刻家の小畑拓さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小畑拓さんです。1980年埼玉県のご出身です。2006年に東京芸術大学美術学部彫刻学科卒業、2008年に同大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻を修了されました。B ボーイ彫刻家を名乗り、自らもブレイクダンサーとして活躍する一方で、1999年にヒップホップチームユニティセレクションズを、2007年にはヒップホップ戦隊 B ボイジャーを結成。その作品は木彫による人体と衣服の関係性や B ボーイと彫刻を端緒に生まれる空間動き重力を追求、さらには彫刻以外のメディアでも精力的に表現し続けていますと。もともとがもういわゆるブレイクダンスからですか。 そうですね、はい、そこからこう、まあ、いわゆる美大に入られてというかこちらに入っていったという経緯を教えていただければ。高校2年生ぐらいの時からダンスを始めたんですけれど、それも 兄の影響で、うん、兄がダンス始めて俺も始めて、うん、まあ、ダンスが好きすぎてそのダンスを違う形で表現したいっていうところから、まあ、彫刻になったってことなんですね。でも本当は粘土の方が得意なわけですよ。あ、そうなんですか。はい、予備校で粘土で勉強するんで、そうで初めて大学入ってから木彫やったら木彫難しくて、で粘土じゃなくて木彫を選ぶことでその盛るってところから掘るってことで作品を作れるようになれば、うん、盛ると掘るの中で考えれるから多分最強じゃないかなって思ったのが実はきっかけなんですね。彫刻に関してはこれはどういうイメージですか。これもう静止しているじゃないですか、はいはい、あのストリートダンス B ボーイであることのその運動性とこれを彫刻にやっぱり落とし込んだっていうその、うん、なんていうか連なりをやっぱり聞かなきゃいけない感じがしますね、はい、うん、まあ、B ボーイって、まあ、ブレイキンのことを B ボーイって言うんですけど、うん、やっぱそのフリーズって言ってまあこう止まる動きの途中でガッて止まるっていうのがすごいまあ特徴的なダンスなんですね、うん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 、でそのフリーズっていうのをまあ彫刻にしてるっていうまあ感じなんですね。だからまあ理想のまあ形をまあ彫刻にするってところからもともとは始まって、まあ、これまあ今あるのはブロンズとこれは磁器。あ、そうなんだ。そう、その全然こう木彫じゃないんですけどもともとはこれも木彫で、これは2メートルぐらい等身大の木彫なんですけど、それをまあスキャンしてデータにしてまあ他の素材にしてるんですけど、彫刻の中でもそのシンメトリーシリーズとすごい動きのあるシリーズとで、まあ、動きの中でもそのまあ、このポーズをずっととどめておくことってできないじゃないですか、うん、本当の人体は、うん、フリーズって言ってもまあ一瞬だし、うん、彫刻の場合はそれはできるんで、うん、そう一番なんだろう気持ちいいところ、うん、そのまあ B ボーイが見ても面白いし、うん、彫刻的に見ても面白いし身体的に見ても面白いっていうところを、うん、まあ、すごい考えて作って、うん、いいっすねこれ。そうこれ実はこれ下半身がその B ボーイの動きなんですよね、その床に入る、うん、そうで上半身はあの立ち踊りってまあどっちか90年代の動きなんですね。あ、はいはい、まあ、こういう動きって別に B ボーイはあんまなくて、はいはい、こういう動きが、はい、まあ、90年代 そのニュースクールっていうかその2種類のダンスをこう入れてるんですね。やっぱりそういう、 こう身体を実際に動かす体験からあの結構この彫刻に落とし込まれている部分っていうのが、うん、そうですね、大きい感じですね、はい、そう顔はどうなってますか。顔は水平垂直になってますだからこれもだからどんな作品でも全部顔だけは水平垂直になってて、でまあ台座がないじゃないですか、はいはい、でそうするとこの2体こうやって並ぶと2体で1個の作品になるわけですよね。1体でも作品になるし2体置いたら、まあ、ここに置いたとしてもこの空間がこうまた作品になると。でこの床自体がまあ台座と考えると、うんうんうん、でまあ B ボーイってやっぱり床が大事なんで、そのバレエの場合ね、その舞台で踊りますけど、うんうん、B ボーイはやっぱフロアで踊るのが基本なので硬いところで、そうですね、うん、映像作品もあるんですね。そうですね、映像作品とか写真の作品もあるんですけど、うん、これは木彫、すごいちょっとシュールで申し訳ないんですけどまあ物体が空間にとどまり出すっていうまあ作品なんです。うん、そう、まあ、木彫を投げるために作る
置くことを前提としない木彫のドラムを持ってて、でそれを投げて写真、映像にして映像だけの作品にすると、でその物体がこういうふうにとどまると、まあ、今のも実はこういうところが来てるんですけど、こういう靴ひものラインとかこういうダウンのラインとかこういうところを抽出して物体として考えて、それをまあああいう映像にしてるんですけど、さっきちょっと終わっちゃったんですけど、スイカの映像をちょっと見せてもらった方が分かりやすいかもしれないですけど、スイカを買うっていう作品なんですけど、なんかこの展示はなんか市原公安美術館っていうところで遊びがテーマ の, そのグループ展で、まあ普段からその遊びの映像みたいなのをたまに上げたりしてるんですけど、そのちょっと不思議な野菜とかその果物がまあなんか浮くみたいなそういうでもすごい彫刻的だし、すごいダンス的だし、身体的っていうか、すごいなんかそれが全部実はこれ入ってる作品で一番わかりやすいっていうか、すごいすごい、そうこれもなんかさっきと一緒で空間の中で物体がこう留まると、もう彫刻とか絵画と見た目は全然違うけど、結構こうテーマとしてそう全く一緒なんです、ってるところは最後ちょっとオチがあるっていうか、そう本当に浮くっていう、そうこれも彫刻とダンスが入ってて空間にとどまるってこと、そこに面白さって生まれると思ってて、多分俺がダンスが好きになったっていうその意味って多分そこだと思ってるんですよね。すごいよく言う例えがまあムーンウォークとか、であれの大事なところってこのやっぱ空間の中で固定だと思うんですよね、だから頭が例えば、まあ、ムーンウォークするときに こうやってなってると、やっぱ動いちゃってあんま上手くないって多分思うけど、こうちゃんと固定した状態でこうやっていくとすごい上手さとか、あ不思議とかかっこいいとかにつながるわけじゃないですか、だからそれって、まあ、空間の中でどこか体の位置は固定されていること、まあ、多分バレエとか何でもそうだと思うんですけど、それがどんなダンスに共通してて、それを今やってるのがこの映像です、だから物体がとどまるのもそうだし、スイカがこうやってとどまるのもその軸をもう一個作る、そう、なんかそう思ってて、なんかそういうこうやっぱコンセプトで作品を作られたりしてるうちに、自分自身のその身体感覚みたいなものに影響を及ぼしている感覚って何かありますか？いやでもやっぱありますよね、ダンスの場合はやっぱこれがかっこいいからこれでいいじゃんっていうところで多分終わってて、そのかっこいいところをいっぱい見つけようっていうのが多分ダンスだと思ってたんですけど、でも彫刻になってなんでこの格好がいいって思うんだろうとか、そういうふうにやっぱ考えるようになったり、ダンスはやってないんだけどダンスを違う目線で考えるようになってるっていう意味では実は一緒だと思ってて、だからこれもだからそうなんですけど、まあ、これってこっち最初に真っ黒にこう塗っちゃうわけですよ、で量を決めるわけですね、で塗料を量として考えてて、で僕、まあ、彫刻家なんで最初にこう塗って決めちゃうわけですよ量を、でそれをこう削り取ってこのままこっちに持っていくと、でここからこっちにずっとこれを繰り返して、あなるほど、そうでこっちは量が減ってって作品になるわけですね、でこっちは量が増えて作品になるんです、だこれでだから粘土でやってる、ゼロから量を集めて粘土を作るのは、まあ、これと一緒で木彫とか石とかでそれを掘って量がどんどん減ってって少なくなってなくなったものが作品になるのはまあこれと一緒、だからこれは彫刻と一緒なんです、そうでこれとこれを作るのにまたこの俺のこの量の移動が出てくると、でダンスって量じゃないですか、これ自体は量と考えると量がこうやって移動して初めてダンス出てきてるんで、この量の移動が この間にこうすごい必要な、そういう運動性も見えてるんだ、平面だけども彫刻的な考え方で作ってるっていうことですね、そうですそうです、でこれとかは、ね、こうなるんです、これ動いた、そうこうやって作ってるんです、ここからこっち真っ黒しちゃってこれを量をどんどん取ってこっちに持っていくと、だこことか見てもらうと掘ったところが取ってんのにここで盛るに変わってるわけです、だからこれは俺のワンストロークなんですよ、ワンストロークなのに掘る盛るがこうできてる、それって彫刻ではできないんですよ、彫刻はできないのにすごい彫刻的な表現になってる、でこれこっちにどんどん続いていって描きながら今度これをこっちにこう移動させるんです、そうするとまたここでくっつながるんですね、ずっと続いてずっと描きながらこれ入れ替えてこうずっと描いてる、なるほど、これから、まあ、この今タイミングで次、どんな展示とか企画展が、に参加される予定があれば、今あの神宮前の A&S っていうスニーカーショップなんですけど、そこで、まあ、今入っているこのエアフォースワンっていうのが40周年で今、それのなんか展示をやってて、で5年前になんか
木彫で僕作ったんですけど、エアホスワンがあって、それを中心に今展示してます。あとリスボンで、リスボン、そう、それでグループ展があって、はい、あと再来年の2月に LA でちょっと大きな個展がある予定です。はい、じゃあこれからの活躍も楽しみにしております。楽しみです、はい、小畑さんの作品はミートアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ピックアップアーティストのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。